超吉流は、アジアサッカー連盟の元副会長、元フィファ理事、中国、山東省遠大市出身、AFC 会長を2011年6月14日から2013年5月1日まで、務めた。2002年から2011年までは、AFC のバイスプレジデントを2007年1月11日から2011年8月1日までは、 AFC のシニアバイスプレジデントを務めていた。長は1952年2月9日に山東省の遠台市で生まれた。17歳の時、遠台市の海運会社で仕事を始めた。1969年、人民解放軍で勤務した後、1972年に退役、北京第二外国語学院を卒業した1975年に、 国家体育委員会でキャリアをスタートする。国家体育委員会では外交部の仕事に従事した。翌年、彼は24歳で中国のスポーツ部門におけるナイジェリアへの対外援助事業の手助けをすることになった。ナイジェリアへの対外援助事業ではバレーボール、卓球、体操、バドミントンといったスポーツに関わった。超吉流は翻訳、交流部門の責任者であり、 2年と10ヶ月にわたって仕事を務めた。ナイジェリア代表といった仕事は彼に人生の新しい価値観を考察する経験をもたらし、その後の彼の人生に影響を及ぼすことになった。自身の体験を振り返り、長期地流は仕事を振り返ってみて痛感したのは、世界のあらゆる環境にいる友人を多く作ることが重要であり、このことによって中国は発展でき、 我々の地位も向上する。と語っている。1978年、蝶はサッカー部門に移った。中国サッカー協会が正式に発足すると、彼はサッカー協会の外交部に就任した。彼は就任後も生活を変えることはなく、サッカーの協会幹部としては珍しく自転車で、協会まで通勤し、家族のために料理を作るなどしていた。蝶吉流は、 自分のスタイルは誠実と正直であることと述べ、このスタイルはいついかなる時も約束を守るということであり、これにより常に謙虚で誇張のない仕事を行うという中国の特徴を印象づけると語っている。超吉流は2008年までサッカー協会の理事を務めた後、中国を離れた。しかし、彼はその後もサッカー分野で仕事を続けており、30年に 渡って仕事を続けている。1989年、長吉流は AFC 規則委員会のメンバーとして AFC に参加した。2000年4月、長は AFC 財務部会の会長に就任した。1994年、長は FIFA 女子部のメンバーに選出された。2002年8月1日に、モハーメドビン・ハマムが AFC 会長に選出された後、 蝶は AFC のバイスプレジデントに指名された。サッカー、中国代表が初めて最終予選に進んだ2002、FIFA ワールドカップアジア予選最終予選の抽選会では、中国代表がサッカーサウジアラビア代表やイラン代表との対戦を避ける手助けをしたと言われている。2007年1月に蝶は AFC のシニアバイスプレジデントに選任された。 2011年1月以降は FIFA フフ理事に立候補していたが、ドーハで行われた AFC 理事会での投票で敗れていた。増収愛の疑惑により、FIFA フフは2011年7月23日にハマムに資格停止処分を下し、長はアジアサッカー連盟の会長代行を務めることになった。2011年7月29日、AFC メンバーは、 法律委員会において空位になっている会長の座について AFC 会長を選出する臨時総会を1年以上の後に開催することが決定されたと発表した。これは会長選出の臨時総会は2012年まで開催されないことを意味し、長はその時まで会長を務めることになった。また、長吉流はフィファリジに選出された。2013年5月、 AFC の役員改選が行われ、再び副会長を務めることとなった。ありがとうございます。